みゃん。ぬるしんです。そうです。小島さんです。よろしくお願いします。なんかあれだよね、はい、最近前もゲストに来たよね。来ましたね。確か連続。その時も小島ゲストファーストフード。あ、ファーストフード。なんだっけ、ブレックファースト。そう、ブレックファースト。ブレックファーストをエビス店。エビス店ね。今日は中野に来ております。中野ブレックファースト。中野のあのマックですね。はい。うん、で、あの中野僕全然最近来てなくて、何ヶ月ぶりかなってぐらいなんですよ。多分ちょっと今年。あ、そうだ。じゃないかな。あ、僕はそうだと思うんだよ。じゃあ、まあ、今年来た？工場中野。なんか来てる気分もするけど。あ、来た。来た。そういえば。なんか何ヶ月ぶりっていう感じだ。1月だ。うん、あのほらイタリアン行ったじゃない、カレー屋じゃなくて。ああ、あの時か。うん、あの時ぐらいぐらいぶりですよね。それ以外も来てる気がする。あ、本当？それじゃあ僕いなかったんだ。あ、父とかとだ。ああ、そっかそっか。そういえば僕あの父さんがやってるあのゆとりろ、ゆとりろ、はい、あそこを目的で来ましたね、2月。そっか、あれね、昨日、一昨日か、うん、もやってましたね。やってました。僕がね、上映会があって行けなかったんですよ。いや、なんか負けに行った方が遊び。でも、あんまり長居できないっていうことはよく分かった。あの部屋の大きさから、ね、狭いし、他の方も来るからね。うん、まあ、結構前にいたけど、調べてます。あ、そう。多分3時間ぐらいかな。まあでも中野でコージマンと会うのと、あと中野でカレー食べるのはすごい久しぶりなんだよね。久しぶりだったね。うん、多分今年初だと思うんだよね。でもなんかもう今日は全員の人が、うん、ね、男の人2人だと思う。あの、そうですね。人2人やっぱあの、バイトの方ですかね。あんま顔なじみじゃない人ですよね。うん、なんかもう嫌だって思いましたね。あの姉ちゃんにしてくれと、うん、馴染みのね、うん、さてさて、ちょっとね、今日お話ししたいのがですね、コージマントゥデイに、うん、初めてゲストに来たじゃないですか、僕が。え、うん、初めて来た時。そうそうそう、うん、来た時があったじゃないですか、はいはい、だからちょっとね、FM 流進堂も3周年もあったし、コージマントゥデイも、ね、1周年過ぎたけど、何にもね、あのアナウンスも何にもなかったけど、実はそう1年、うん、1周年超えたわけじゃないですか、うん、だから、ちょっと1月3日だから、1月3日に、はい、うん、多分言ってると思うんですよ。あ、1周年来たって言った？あ、本当？そっかそっか、じゃあ1月の放送、言ってない、言ってない言ってないかもしれないです。でも、うん、まあいいじゃないですか。まあいいんですけど、まあちょっとそこら辺聞きたいなと思って、どうですか？コージメンじゃない、コージマンツデイ1周年。周年ですか、ね、今ね、ちょっとね、更新遅くなってるんですけど。そうですね、なんかね、それが多分ディジオを、うん、自主的にやってないのかな、デジオってって思ったことある。なんか意図的に、意図が自主的にやってるんじゃないのかもって。って言うと、例えばゲストが来たら、他のデジオを聞くと、すごい喋りたくなるよね。うん、ああ、うん。だけど、しばらくね、ここデジオを聞いてなかったんですよ。うん、そしたらね、自分の更新も止まってた。そうだね。まあ、あとその他の局のゲストに出る時とかもあるじゃないですか、うん、それ考えるとまあそれなりに喋ったりとか喋ったりとか、まあ全体としてのデジオっていうんですか、デジオライフって意味ではまあ多分やってると思うんですよ。あとだから自発的じゃないのかなと思って、なんかね、他
般の人のラジオをやらされてるっていうほどでもないんですけど、でもないんですけど、あの他の人のラジオに出るときの方がまずリラックスしてる。自分のラジオの時まだちょっと緊張もしないんだけど、なんかいつもと違う感じになっちゃうんですけど、まあそれは、そういうことない。ラジオなら放題だ。わかる。でもそれってすごい身勝手なことだよね。よく考えるとね。人のデジオは荒らしまくるけど、自分のデジオは荒らされたくない。荒らしはしないけどさ。荒らしはしないけど、まあやりたい放題にするけど、ちゃんと話を進めてもらえるかな。あ、そっかそっか。自分がホストしなきゃいけないもんね。自分がやると。確かにね、まあ、ホスト放棄っていうのもありますけどね、手としては。でもね、まあ、またね、本当に1周年も迎えましたので、ちょっとまた気分も新たに更新再開したいと思いますけどね。そうですね、まあ、デジオつながりでいろいろね、知り合う方増えたじゃないですか、はい。まあ、僕個人としては最近ほとんどないんですけど、新しい出会いは。ただ、増えたじゃないですか、1年っていうスパンで見ると。なんか今年はだからまた増えるのかなとか思うんですよね。どうなん、今さ、数えました、最近デジオ銀河、デジオ銀河の僕管理人やってるじゃないですか、だから数えたりするんですよ。今37ありますね。37もあるんだ、はい、登録されてるの。一クラスになっちゃったね。なりましたね、でもそうすると、コージマンもたまにそういうこと言うんですけど、一クラスあるとやっぱ無口なタイプの人とか、個性が出てくるじゃないですか、はい、すごいはっちゃけってくるタイプの人とか、おしゃべりな人、明るい人、暗い人というか落ち着いてる人とか、担任の先生としては担任の先生としては、俺意外に無口だと思ってるんですけど。無口ってどういう感じですか？更新がゆっくりじゃなくて、いやっていうよりは、他のゲストにはそんなに出てないし、そんなに出たがりでもないんですよね、別に特に出たいとかでもないんですよ、そこら辺で。でも一人喋りは続けてやってるんですけど、結局一人喋りって自分一人だから喋らざるを得ないじゃないですか、一人喋りで無口ってそれはおかしなことになっちゃいますよね。だから、これね、でもそれでも俺それなるんですよ、なるってコージマントデイの録音中にそれになることがあって、無口にむって考えるしかないのに、その10分喋ってる間、ローディング時間が来ちゃうことがあるんですよ。で、そしたら一回録音を止めることにしてるんですけど、そのまま撮り続けて、次はそれを再生しながら、その自分がさっき話した自分とおしゃべりみたいな感じで、その間を埋めていくっていう方法もいいかなって、さっきちょっと思いましたね。なかなかユニークな編集方法ですね。何黙ってるの？まあ、でも最初コージマンなんかさ、おしゃべりうまくなりたくて始めたって言ってたじゃない、ってことはやっぱりその部活じゃないけどさ、部活みたいな面でちょっとあるわけじゃない。練習したりとか、部活で言うともう2年生だよね。スキルを磨いたりとかしたかったわけじゃない、そうするとコージマンの場合はコンスタントに話していかないといけないのかなみたいなね、思いますけどね。本当はもっとコンスタントに上げてこそ、会話も上達する、会話とか人に喋るも上達すると思うんですけどね。なんかね、好きこそ上手なれで、下手なことはね、なかなか手進まなくなりますね。まあね、まあでもコージマンなんかはさ、話し家の話とかすごい好きな人でしょ、だから、なんていうのかな、いわゆるお笑いとお話の世界って全然違うわけじゃないですか。だから一人しゃべりってどっちかっていうと話し家の話のに近いと思うんですよ。別に目の前の誰かをに笑わせるためにしゃべるわけじゃないし、練ってくっていうか、
まあ、あれは練習はかなりそうと思いますけどね。そうそう、また、またちょっと違う世界だ、ある世界ですけれども、レジオっていうのは、何なんですかね。レジオですか、レジオ。レジオはね、自己肯定じゃないですか。自己肯定か、そうだね。なんかよく思うのが、いろんな方にゲストに来てもらったりするじゃないですか、うん、ゲストによって全然内容変わるじゃないですか、うん、変わりますね。変わるじゃないですか、もう変わらなかった。お笑いになる時もあるし、すごい、その人と話し合わせてるうちに硬い話になったりとか、ね、なんかコンピューターの話とか、釣りに CG の話だけとかあるじゃないですか。